はい、皆さんこんにちは、坂木敦史でございます。4時をちょいと回りました。4月は28日の日曜日でございます。まだ日が照ってるようですね。この部屋には入ってきませんけど、なんか恨めしいわ。ほんまにこう窓の外に日が照ってるところが見えると、なんでうちには入ってけえへんねんと思ってしまうんですけどね。恨めしいわほんまに。さて、本題いきましょう。日本経済新聞でございましてですね、これは昨日の朝出た記事ですね。米地銀リパブリックファーストが破綻、同業が買収ということでして、米連邦預金保険公社 FDIC は26日、経営難に陥っていた米地銀のリパブリックファーストバンクが経営破綻し、公的管理下に置いたと発表した。同業のフルトンバンクがリパブリックファーストの全預金を引き継ぎ、資産を買収することも発表したと。もういきなり破綻で、救済はこれっていうね、ワンセットで発表してるというところがですね、なんか当局の意図を感じますね。混乱はしてへんでということですね。リパブリックファーストはリパブリックバンクの名称で、米東部ニュージャージー、ペンシルベニア、ニューヨークの各州に計32店を構える、まあ、中堅のやや小さいって感じでしょうかね。日本だと32件だとね。これらは27日以降にフルトンバンクの支店として営業を再開する。27日、昨日や。FDIC によると、パブリックバンクの1月末の総資産は60億ドル、約9500億円、まあ多少ないですね。預金総額は40億ドルだった。米連邦準備理事会 FRB の統計によると、資産規模は2023年末時点で全米211位だった。買い手のフルトンバンクは資産274億ドルで69位だと、まあ上位になるわけですね。フルトンバンクはペンシルベニア州ランカスターが本社で、米東部の州を中心に200以上の支店を構える。銀行持ち株会社フルトンファイナンシャルコーポレーションのカート・マイヤーズ最高経営責任者は声明で、今回の買収で我々の営業地域でのプレゼンスは倍増すると述べた。今時でもね、銀行ってね、こう支店があってもですね、あんまり関係ないんちゃいますかね。銀行の窓口に出向くという、まあ、用事は昔に比べて圧倒的に減ったような気がしますけどね。税金を払うときだけちゃうのみたいな気がしますけど。FDIC は今回の破綻処理に伴い、預金保険基金に6億6700万ドルの損失が生じるとの試算を示した。将来的に銀行への負担金を課す可能性がある。これはあと去年の話ですね。それから、なんで破産したかと言いますと、米ウォールストリートジャーナルによると、リパブリックファーストは昨年破綻した地銀と同様に、金利上昇による保有債権の含み損が大きく、預金保険の対象外の大口預金の比率も高かったという。昨年の段階で経営に行き詰まり、身売りを含む経営再建策を模索していた。昨年8月にはナスダックを上場廃止になったと。まあまあ経営なんで、言われていたわけですね。SVB など、去年のあれですね、シリコンバレーバンクですね、などの破綻行は資産規模で全米10から30位に入る比較的大きな地銀だった。今回のリパブリックファーストは相対的に規模は小さく、銀行システム全体に与える影響は限定的と見られる。ただ今年1月にはニューヨークコミュニティバンコープ NYCB ですね、ちょっと騒がれましたね、の赤字転落と株価急落が発生し、3月に投資家連合が救済的な資本増強に動いた。 NYCB と同じように商業用不動産向けの融資の焦げ付きリスクが大きい地銀の警戒感はくすぐっている。
米国ではインフレが高止まりし、米連邦準備理事会 FRB の利下げ観測は逃げ水のように遠のいている。つまりですね、金利がですね下がるという希望があったんですけどもですね、物価がちっとも下がらないわけですね。上昇企業が続いているから物価がですね上がっているのに金利は下げられないわけですね、政策として。だから今年利下げはもうないんちゃうかという観測が有力になってきています。高金利環境が続けば利ざやの悪化や不良債権の増加などを通じて地銀の収益を圧迫する公算が大きいということで、この記事は終わっています。珍しく読めましたね、これね、はい。日本経済新聞でございますけど、さて、去年ですね、SVC、シリコンバレーバンクが飛んだときに、おや、とかなったんですけども、あれは主に金利の上昇が原因で飛びました。で、今またですね、この金利の上昇はですね止まったままで高止まりしてるんですね。で、これもですね影響しているところが書いてありますね。金利が上がるとですね、銀行が持っていますですね債券の価値が下がるんですね。下がるからですね、まあこれ帳簿上の価値が下がるわけであってですね、債券っていうのは満期まで持っていればですね、満額と利子をつけて戻ってくるというのは普通ですからですね、慌てることはないんですよ。慌てることはないんですけども、あそこ危ないでと言って、預金の引き出しが殺到したんでシリコンバレーバンクなんか潰れたわけですね。で、その金利が高くていわゆる保有債権の資産価値が下がっているということに加えて、今はですね商業用不動産、いわゆるオフィスビルですね、日本でいうところのですね資産価値が下がっているんです。ニューヨーク、これ東部でしょう、東部の商業用不動産の資産価値下がっているんです。なぜですね、リモートワークが浸透してですね、元に戻っていないのがアメリカです。特に賢い人が働いているアメリカの東部なんかはですね、オフィスなんか行くの、イエーって言って、リモワをやってるわけですね。ニューヨークにお住まいになっているですね、日本で最もですね、ご高名なご夫婦のですね、旦那さんの方もですね、リモワをやってるというふうに書いてありましたね。なんで、オフィスの面積に対するニーズが少ないわけですね。そうするとですね、空き家が多くなって、空き家というか空室が多くなってですね、ビルの価値自体が下がるでしょう。で、今度はそのビルはですね、向こうはリートみたいになってですね、ファンドみたいになってですね、みんなその金融機関や投資家が持っていたりするわけですね。で、おそらくこの地方銀行もいっぱい持ってるわけですよ。そうするとさらにそこのですね、それはですね満期まで持っていたところで満額は返ってこないわけですね。どこかで売るしかないんですけど、今はですねそれは非常に下がってるんで、ものによっては半分以下に下がってると言われてます。つまり100万円投資してその、ビルの持ち分を買ったのにですね、今それ売ったら50万でしか売れないみたいな、そういう状態になってるわけですね。そういう状態の金融機関結構アメリカにゴロゴロしてると言われてましてですね、これからその破綻ラッシュが始まるんちゃうかということですね。そうなればですね、リーマンショック2みたいなですね、金融不安がですね、ふわっと広がっていくんちゃうかなと、みたいなですね、恐れがあります。もしかしたらそれがですね、ブラックスワンになるかもしれません。そうでなくてもですね、アメリカのウォール街ではですね、中国の破綻を恐れてるはずなんです。中国の破綻というのはですね、中国の大きな会社、国有企業とか、もちろん不動産屋もそうですけど、散々ウォール街で金集めたんですよ。つまりドル建ての社債を鬼のように発行して、アメリカの投資家からごそーっと資金を集めてるんですね。で、それがですね、今ちょろちょろとですね、デフォルトしてるんですね。恒大とか碧桂園のドル建てさえデフォルトになったでしょ。デフォルトラッシュがこれから始まるんちゃうかと言われてるんですね。そうするとアメリカのウォール街を通してですね、お金をそこにつぎ込んだ人たちがですね、大損害を被るということになりますね。で、それもまたですね、リーマンショック 2.0 になりそうな気配もあります。つまり今年はですね、いろんな面からですね、ブラックスワンがですね、あっちゃこっちゃで出てきそうな気配なんですよ。で、もしかしたらこのままですね、アメリカのですね、中堅ぐらいの銀行がパン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 パーンと飛んでいく可能性もゼロではありません。一つや二つやったらね、こうやって丁寧に対応できますけども、一気に十いくつも一緒に飛ぶとかなったら、それは大変でしょう。で、社会不安になるでしょう。
リーマンショック 2.0 来るやんみたいなですね、別に望んでませんよ私はでも可能性がありますよということですね。この日本経済新聞のアドレスを一応貼っておきます。皆さんどうもありがとうございました。